スタクセル、どんなゲームだろう。ブロックブロックした世界で農業とかやるみたいやで。第一次産業だ。新しく始めるときはワールドの名前を付けられるみたいや。名前か。何にするの？ポリスステーション。なんで？パッと思いついたから。キャラはこんなんでいいかな。カリンちゃんだ。それじゃあスタート。ってなんか蜘蛛の巣張ってる。窓も割れとるな。自宅やろか。家具も最低限だし、主人公お金ないのかな。あんまり生活感ないよね。ホラー映画の舞台みたい。え、ゾンビとかやだよ私。マイクラには出てくるからな。トイレだ。寝室からトイレが丸見えとは斬新なお家。いややわ。自分一人しかいなくてもいややわ。これ三人称視点を試してみるね。一人称視点だと動画的に酔っちゃう人もいるかもだし、画面占有率。カメラ目いっぱい引く設定でこれか。戻そっか。それじゃあ覚悟を決めて外に出てみるよ。ゾンビいないといいね。わあ、リッカ。落ち着いて。リッカちゃんやないで。カリンちゃんは叫ぶときリッカちゃんを呼ぶ癖があるんだよ。そうなん、変わっとんな。ほらカリンちゃん大丈夫。怖い人じゃなさそうだよ。どうやら主人公は廃れた牧場を引き継ぐために引っ越してきたみたい。ゾンビ出ない？出るか出ないかはわかんないけど。ここは周りを海に囲まれたちっちゃな島。道路もない森の中心に集落があって、わずかな住人がみんな謎に永遠に住んどって、謎にお店が充実しよる。老人より若い人が多いから限界集落とは呼べないんやで。また妙な環境に放り出されたな。よくも驚かせてくれたわね。お家の掃除でも手伝ってよ。キャラ押せるんだ。いや、家に押し込もうとしとる。マイクラっぽいなら地面を掘って掘り出したブロックを好きな場所に置けるはず。思った通り、このまま閉じ込めてやる。どうだ、参ったか。動じる素振りもなかったね。しっかり埋めるべきやったようや。畑を作ってみよう。まずは土ブロックをくわで耕すみたいだよ。それが終わったら種をまくんやな。あとは毎日お水をあげるっと。元気に育ってね。そういえば牧場って言ってたけど、あれ放題だ。後でお庭の方も整備しないと。次は何しようか。さっき地面を掘って気になったことがあってね。どこまで深く掘れるのか。テラリアとかマイクラやとマグマあるんやっけ。確かに気になる。掘れ掘れ。何にもないね。これ出るの大変やで。軽くお庭を整備したよ。ひとまず池を増やしてみました。もっと増えとるのある。お店で鶏とか羊とか見つけたよ。畜産かいいね。頑張ってお金を貯めて一番安い鶏から買ってきた。出ておいで。思ってた色と違った。かわいい。毎日餌をあげて遊んであげよう。名前は変えられないのかな。モリモリとかって名付けたいんだけど。それノーマンススカイでカリンちゃんのお気に入りだったこの名前や。せっかくだから羊も増やそうよ。ほーら出ておいで。わあ、こっちの子もかわいい。はじめまして。って待って、ちょっとあれ。広い世界にようこそ。どうしようどうしよう。いい子だからそこから動かないでね。とにかく柵で囲ってこれ以上どっか行かないように。あー待って、活発な子だめ。おお、ゆっくり歩くと押せるぞ。わあ、鶏もこっち来るな。畜産って忙しいんやな。あとちょっとで柵の中だよ。押し込んだら囲いを直しておしまい。はあ、お疲れさん。楽しかったね。割とマジで焦ったよ。さて今日は何しようか。てー、ここ単なる空き地というか村の資材置き場みたいな。一晩のうちになんかスズメの戸締まりの聖地みたいになったな。ポツポツと扉みたいなオブジェが置いてあるけど、一体なんだろう。あそこ入るって字が書いてる。ほんまや。他のとこには書いてない。ってことはここから順番に入れるようになるんじゃない。おお、でこれひょっとしてツルハシのマーク。レッツゴー。場所が変わった。見覚えのない景色だね。地図は、はあ、島自体が別物や。広くはないね。
この橋もレンガの柱も壊せるみたい。これ持って帰って家のリフォームに使うとか、売却して資金の足しにしてもオッケー的な。考えることこっすいな。なんかレアアイテムとかありそうな雰囲気ちゃう。でもまだ全然序盤だし、そんな何か手に入るとかあるのかな。元の島じゃ見ない素材はありそうだね。あ、ここ怪しい。ちょっと掘ってみよう。シャベルとツルハシは常に持っとくもんやね。空洞を発見。もしかして洞窟かな？ゾンビ出る？どうやらそんなゲームやないで。薄暗いな。手持ちの松明とかないのよね。夜間の建築とか暗くて不便なのよ。お宝箱。原石、壁掘ったらいくらでも手に入るやつや。むしろなぜそんなのが入ってる。でも宝箱は初めて見るし、奥に進めばいいものあるかもね。今度は地底湖だ。綺麗なとこやね。フリモメンが潜んでても気づかなそう。いるように感じるからやめて。奥に進んでたら、今のツルハシじゃ壊せない鉱石見つけた。ちゅうことはここに来るんはちょい早かったんかな。掘削装備を整えてきたなら、ここで取れる素材でまた新しいものが作れるって感じなんだろうね。よし撤収。自宅に帰ってきました。トイレや。トイレだ。自力でクラフト素材を集めるのもいいけど、クリエイティブモードを有効にすれば、だいたい全部のアイテムが好きなだけ使えます。私も自宅を軽くリフォームしてみました。こういうの始めると好きな人は時間が解けるんだ。楽しいよね。あ、キッチンに物置くの忘れた。あかんやん。まあこんな感じに、この窓割れたままだ。目も家も節穴でした。実家作った。ああ、カリンちゃんの実家の小樽貴賓館や。中見せてなか。こっちにはトドイワがあるよ。貴賓館の中。さてはハリボテだな。そんなこんなでスタクセルちょろっと遊びました。みんなのコメントで気がついたけど、スチームだとモッドが400件弱あるみたい。大体がキャラの外見の変更とか家具の追加かな。建築に幅が出るね。キャラが疲れると急に寝だして翌日になったり、夜中の建築は電灯を設置しなきゃ暗くてまともに見えなかったり、アイテム買うときに説明が表示されなかったり、自動化できないから自分で水やりとか餌やりが必要だけど、気ままに遊ぶにはいいゲームだなって思いました。30分ひたすら掘ってもそこに着かなかったよ。季節で育つ植物が違ったり、村人の好感度を上げられたり、うちらが触ってない要素もまだまだあるっぽいで。みんなもトドイワ作りたかったら調べてみてね。それではお付き合いありがとうございました。バイバーイ。ほなー。